愛犬は人間のように扱うのがダメな理由。家族であっても区別は必要。健康を害する恐れがある。愛犬のことを家族と思ってたら、食事もできるだけ同じものを与えたいと思ってしまうこともあるかもしれへんな。もちろん基本的な食事はドッグフードや犬用の手作り食を与えると思うけど、あなたが食事をしてる時についお裾分けをしたくなることもあるやろう。特に可愛い顔でおねだりをしてきた愛犬の要求に、自分が食べてる美味しい食事やおやつを食べさせてあげたくなるのは不思議なことじゃないね。でも人間用の食事は塩分や糖分が多くて、犬の体にとっては負担が大きいね。腎臓や心臓などに悪影響を及ぼすこともあるし、慢病のもとと言われる肥満にもなりやすいね。肥満になるといろいろな病気を引き起こすだけじゃなくて、関節に負担がかかったり動くのを嫌がったりして体重が増加する悪循環が発生するね。そんなことが起こらへんように、犬の体に合った食材や与え方を守った上で、美味しく楽しい食事になる工夫をしてあげてな。ストレスを与えてしまう。犬を家族と思ってお出かけや旅行に連れて行く飼い主さんは少なくないね。最近では犬も入れるショッピングモールやテーマパーク、犬と泊まれるホテルとかが増えていて、一緒に出かけやすい環境も整ってきてるね。でもいつでもどこでも愛犬と一緒にいることが犬にとって幸せなこととは言い切れへんねん。犬の性格によっては騒がしい場所が苦手でストレスを感じてしまうこともあるし、人混みで不安を感じたり、人や犬とトラブルになったりすることもあるねん。その他にも、愛犬にもおしゃれをさせようとして必要以上に華美な服を着させたり、アクセサリーをつけたりするのもあまりおすすめはできへんねん。防寒や日差し対策のために洋服を着せたり、怪我の保護や凍傷予防のために靴を履かせたりすることは大切なことやねん。でも犬の毛が引っかかる飾りのついた洋服や染色やネイルとかは犬の体に悪影響を及ぼす可能性があるねんで、お出かけやおしゃれは人間にとっては楽しいもんやけど、内容によっては犬に必要ないどころかストレスを与えることもあるって覚えておいてな。他人に迷惑をかけてしまう。愛犬を人間と同じように考えて、いろいろな場所に連れ出したり公園で自由に過ごさせたりする人もいてるねん。でもそんな行動が近所の人やそばにいる人に迷惑をかけることにつながる可能性もあるって意識しておいてな。あなたにとっては可愛く大切な愛犬でも、犬が苦手な人にとっては恐怖や不安を感じる対象になることも考えられるねん。またどんなにおとなしい犬でも公園でノーリードで遊ばせると他人に迷惑をかけてしまうねん。家族にとって大切な愛犬でも、他人にとっては必ずしもそうじゃないねん。愛犬との楽しい生活を送りつつも、周りへの気配りも忘れないようにしてな。まとめ。健康を害する恐れがある。ストレスを与えてしまう。他人に迷惑をかけてしまう。本当に愛犬のことを思うなら、犬と人間との区別は大切なことなんやで。